様に任せとけって。調子に乗りすぎるなよ。一緒に頑張ろうね。蹴散らせ。すまない、出遅れた。いい動きしてるぜお前。危ない時は下がれ。私が有利なようだな。出陣する。肩慣らしにはちょうどよかったぜ。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。
そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか。ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ。隊長やりゃいいんだろ、やりゃ。すごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。